山ちゃんと亜美ちゃんも誘えばよかったかな。まあ私は一人でのんびりと。どうも、ロマンスの神様です。野党？どうしてここに？いやたまに見たくなるんだよね、雪景色。雪ってさ、何もかも白く覆い尽くしてくれるだろう。この世の汚れも醜さも一番汚れてんのはお前だろうが！おお、雪音くんの大変だったんだぜ。こいつ日和についていくって言い出してさ、福引きの旅行は全然当たんねえし、ヒッチハイクも全く捕まらなくて。イエーイ、こいつババ持ってます。ババババ結局どっかの学生のスキーサークルに無理やり混ざってきたんだ。大変だったね、ゆきねくん。さあ遊ぼうぜ。ヒャッホー。なんだよお前、スケボーは乗るくせに滑れないのかよ。いいだろ別に。よし、俺が教えちゃる。全然ダメ、名前に雪がついてるくせにビビんな。自分で名付けといて何言ってんだよ。いいからもっとスピード出せ。このリプリはうまいじゃねえか。そこで反省してろ。なんだか楽しいスキー旅行になりそう。うまいうまい、その調子。ちゃんと滑れてたよ。誰かと違って日和の教え方がうまいんだよ。ね、もう一度上からいい？もちろん。俺も混ぜろ。クマだ！クマだ！何なんだ？私たちも逃げよう。貧乏神、ヤトちゃんたちだけで楽しむなんてずるい。俺は止めたんだから、神さんが絶対迷惑かけないって言うから。ラーメンからのお蛇か。冷蔵庫から氷付けの万物だ。じい、帰るぞ。やだやだ、帰れ。私だって慰安旅行したい。慰安旅行？ヤッホー。待って、見てろ、俺が五輪代表候補まで行ったトリックを決めてやる。ガン！てへ、今のは練習、次が本番ね。おま、やが。今のも練習。あの、背中が大変なことに。